じゃん。台風が来たら避難するんだけど、避難先で酒盛り。ああ。いや、今年の台風はちょっとやべえかもしんねえぞ。7月ぐらいから。まあ、もっと早くに来そうな気もするけどな。ああ。もう俺はあの台風2号のね、でかさ加減を見た瞬間に、これは今年はやばいぞって思ったわ。ああ。普通じゃねえもん。季節間違ってんだんべ。いやいやいや。あのサイズがあの季節に来ること自体がおかしいんだよ。マジで。車が空飛ぶような台風が来ると思うよ。俺の予想では。うん。直撃食らったらね。うん。だからいわゆる、あの、アメリカで言うとこのハリケーンだよ、もう。うん。おそらくそんぐらいのは来ると思ってる、俺。あんたたち行くわよ。いいわね。警備。と思うで。どう思う、お前らみんな。だって時期でよ、季節で考えりゃ海水温まだそこまで上がってないはずなのに、台風がなんであそこまで爆発的に発達するのかって言ったら、もうすでに海水温高いからなんだよ。これどん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 季節進んで、もっともっと海水温上がってって、日本近海までどん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 上がってったら、発達したまま、パワー蓄えたまま、絶対上陸してくっから。うん。どうよ。あら、そうだよ。あ、そう。千葉の時のあのゴルフ場があのぶっ倒れたやつか。T ジャック。あれびっくりしたよな、ほんとよ。なあ。まあとにかく今年はそのあれは死者は出てないと思います。あ、そう、森田健作が自分の家見に行ったやつじゃなくて、まあでも千葉も直撃されたらいな、ガッチャガチャされちゃうからな、剥き出しだからな。うん。
俺はほら、アートトラック乗ってる時、ほら、千葉のトラックの会に入ってたから、毎月一回は千葉行ってたのよ。東金とか、うん。富津とかさ、富浦とかさ、結構、レア的なところも行ってんだよ。うん。あらまあ。それはやだね。うん。いや、それはエロいかどうかはまた別として、うん。俺はそんなにエロくない人だから、うん。大丈夫ですけど、はい。じゃあ、ありがとう。じゃあ、ありがとうね。よく言うて、俺は別にそんなエロくないよ。うん。おじさんは。うん。ただ、酒飲んでぐず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 言ってるおじさんだから。だから色気のあるとこも飲み行かねえじゃん。ああせいぜいコンビニ行くぐらいだね。うん。もうね、元気ねえのよ。そういう。そういう我慢。うん。あたしは。いや、ほんとねえな。うん。読めねえ。ゲリラ。ゾムゲリラ。お疲れです。あなたと同じ、あ、俺と同じ年なの？ダダさんは。あらま。あのね、40代と50代は全然違うよ。うん。もうね、なんかね、なんか酒飲んでね、ふわふわしてたら一番楽しいっていう感じ。うん。俺は回復するよ。回復するっていうか、寝て起きて、二日酔いになってることはほとんどねえよ。うん。で、朝起きてまた酒作って俺くん飲んでるから。うん。こうやってピッてやって NHK っつって。うん。飲みすぎなんじゃねえの？いや、多分、お酒あんまり強くねえんじゃねえの？じゃあ、いや、飲んでんの？普段、酒は。どうなんだろうね。酒を控えます。あ、そう。いや、俺はずっと飲んでるよ。だけど、別に普通に日常生活なんか不具合ないぜ、俺。うん。なんか頭が、もうこんな、ぐにゃぐにゃになってこんな、とか言って言うようには俺絶対なんねえから。うん。朝起きても、今日やることねえからまた飲んじゃうから、みたいな。朝一から飲んじゃうから。
手なんか俺なんか全然震えないよ、俺。うん。うん。おじさんはね。手なんか震えないよ。いいでしょ。シラフの時で、シラフの時、ああでも別に震えない、うん、俺は、俺はね。まあでも、じゃあ震えたら一本缶ビール飲んじゃいいんじゃね。止まんべ。なあ。寝起きによう缶ビール一本飲んじゃいいよ。ああ、俺と同じこう行動でペースで飲んでる。もし飲んだとしたら、多分無理だと思うよ。うん。飲まないといられない感覚がわからない。いや、俺の場合は、飲まないといられないんじゃないかって、やることがないから飲んでるだけなんで。なんか用事があれば俺、ああ、そうだ、今日用事あるから今日ちょっと酒飲むのやめとこうかな、とか、はあるよ。ないんだもんだって。何にもやることねえんだで。毎日、朝から晩まで。暇なんだよ、だから。だからといって、じゃあジュース飲むかって言ったら、ジュース飲んでどうすんだよっていう話になるじゃん。だから、飲んじゃっていいよな、どうせ今日も用事ねえからよ、みたいな。あの人お酒弱いから、うん。だから、意外と配信者みんな酒弱えよな。映えにしたってよ。野田にしたってよ。森にしたってよ。あいつら結局そんな酒強くねえぜ。ああ、うん、だってわざとさ「はぁ」とか言ってるだけじゃん。あれネタだからね。あれ酔って言ってるわけじゃないから彼は。うん。まあ、俺は強いと思うよ。うん。だけど、強いからって言って、大丈夫かって言ったら、わかんねえよ。ぽっこりいっちゃうかもしんねえし。うん。だから、ダダさん。結局、太っちゃダメなんだって。俺ね、多分そこだと思うよ。
だって大酒飲みって太ってるやつあんまりいねえもん。だいたい痩せてるやつ結構酒飲むぜ。ああ。そうまね。俺はなんかそんな気がするけどな。痩せてるやつの方が酒飲むよな。ガブガブ飲むぜ。うん。